浜田らかの一種アノフェレススティー・ビンシー。靴下からにじみ出たちに集まる超吸血動物は人間や動物の血液を吸う動物。生存のために主に血液のみを摂取するものと生存のための主食は別にありながら産卵に際して卵巣を発達させるために時折血液を吸うものがある。人を攻撃するものの中にも人のみを襲うもの。 広くは哺乳類を襲うが、その一つとして人も襲うもの、偶発的に人を攻撃するものがある。前者については、人間の居住環境の中に生息地を持つものが多い。環境によって生息域がある、程度限定されている種が多いものの完全な対策は難しいことが多い。また、幅広く分布する種については、対策がより困難になる。後者については、 そのような地域に入る時に注意することが対策につながるもののペットや家畜の世話など日頃から対策を講じる必要がある場合もある。血液は栄養に富む上、哺乳類等の体より大量に入手できることから血液を栄養源として利用する動物は多い。本校にて解説するものはあくまで外部より対象の血液を摂取し栄養源とする部類の生物である。 血液中に生息する寄生生物や肉食性の動物も血液から栄養を摂取していると言えるが、それらは本校では扱わない。吸血性とは獲物の体表面にストローのような針を刺して血を吸うか、皮膚を傷つけて出てきた血を食用とするものを刺す。血液は血管を傷つけると固まってしまい、吸い出せなくなることから、これを阻止する成分を注入することが多い。 また、その成分に対するアレルギー反応等でその部位に、かゆみや腫れを引き起こす。寄生生物から見れば、吸血動物は血液を吸って、その種の動物個体間を移動することから、宿主間移動のための手段として利用できる。そのため、吸血動物を介して感染する寄生生物は、少なくない。それが病原体の場合、吸血動物を介して感染が広がるので、 そのような吸血動物をベクターという。蚊は熱帯地方で多くの伝染病のベクターとして働いている。このような観点からも吸血動物を一般に衛生害虫の一つとされている。血を吸う動物には攻撃対象の動物のすぐそばに常駐するものと離れた場所にいて攻撃対象を探してやってくるものがある。例えば蚊やブは前者である。 後者にもいくつかの方があり、トコジラミは人家や動物の巣内にいて、その動物がそこに戻ってきた時に、吸血のために接近する。ノミやシラミは常に動物の体表にいて、必要に応じて吸血する。さらにマダニの場合には、体表上で興奮を皮膚に突き刺して固着する。ノミやシラミ、マダニのような方は、外部寄生虫と言われる。砂のみでは、 メスは皮膚に固着すると、次第に皮膚に覆われて、内部寄生的になる。完全に体抗や、血管中に侵入するような寄生虫については、吸血動物とは基本的に言われない。また、常時血液を栄養とするもの、産卵など特殊な栄養を必要とする時のみ、吸血するものがある。蚊は、校舎の代表で、産卵のためには血液を必要とする。ただし、 近い家かわちを吸わなくても少数であれば産卵することができ、これがこの種の防御を困難にしている面がある。一方で一筋島かなどでも少しの水たまりがあれば繁殖できるため一般的に見られる種の対策も困難である。また生活史のある段階にのみ吸血を必要とするものもある。つつが虫は若虫の段階でネズミの血を吸い、成虫は 地表で微小昆虫などを捕食する。普段はある動物の血を吸っているものがたまたま別の動物の血を吸うという例もある。偶発的といっても様々な例がある。普段は人を襲わないといってもそれは出会わないだけというのもある。例えば山奥にいるアブや山ヒルはこれにあたる。これらは頻度の問題だけで人を攻撃対象から外しているわけではない。 のみやしらみは人に専門に寄生する強食性の種があり、他の動物、例えば犬や猫にも同様のことが言える。これらの場合、それぞれの生活史を全うするには、それぞれの決まった宿主が必要とされるが、のみの場合には、こうした制約は比較的緩く、一時的には他の種の血液も利用可能であったり繁殖も可能であることが少なくない。 そのため猫の身に人が血を吸われるような例は珍しくない。これも偶発的な吸血である。白身の場合には本来の宿主以外での繁殖は愚か、吸血ですらほぼ不可能であることが通例であるので、偶発的な吸血はほぼないと言って良い。人にとってより偶発性の高い吸血被害は、本来は脊椎動物からの吸血を行わないものがそれを、 行う場合である。例えば、爪谷は捕食性の谷であり、粉谷などに噛みついて、体液を吸収して生活している。ところが、これが人に噛みつくことが少なくなく、顕著な被害が出る。シラミダ谷類は、ガの幼虫などの昆虫から吸血して生活しを、全うしている谷であるが、稲わらの中に潜む名画の幼虫などで繁殖したものが、 やはり人から偶発的に体液を吸おうとすることがあり、爪谷以上の激しい症状を引き起こす。食肉性ですらないものの例も中にはある。稲の害虫として、有名なつまぐろ横ばいは夜間に明かりに集まるので、人家にもよく侵入するが、これが人の皮膚に飛び移った時に、少なからぬ頻度で植物に止まっている時と同様に、興奮を皮膚に突き立てて、行進を挿入する。 こうした行動は、他の横ばい類や、うんか類でも見られ、しばしば痛みや、激しいかゆみを生じる。産卵のためのみに吸血するもの生活のために、吸血するものヤマビルと、人獣共通感染症ヤマビル研究会。ありがとうございます。